我々は夢と同じ糸で織り上げられている。ささやかな一生を締めくくるのは眠りなのだ。それを知った孤島の魔法使いは夢を見たいと思えたのかな。僕は思うんだ。どうして彼は。ロード・オブ・バーミリオン4、世界を許すことができたんだろうね。